スタッフジャケット SS2003 っていう。これはでも本当に定期的に読み返しますね。日本のファッション雑誌よりは全然洋雑誌の方が好きで、やっぱりそれが好きになったきっかけっていうのは、まあ、文化に入ってからなんですけど、文化、図書館めちゃくちゃ大きいんですけど、本当にそこにもう毎日のように行っていて、コースが4年間高度専門士科っていうコースで、本当にビジネスから例えばデザインの勉強もするし、パターンの勉強もするし、コンピュータグラフィックスみたいなそういうのも触れる授業があったりして、本当に多岐にわたっていたんですけど、その中で一番好きだったのは意外と素材音とか好きだったかもしれないですね。僕は2年生と3年生の時から文化祭の音工係っていうのがあって、まあ、ショーで流れる曲を作ったりとか、まあ、ショー当日にブースに入って機材を操作する会があって、そこで本当に仲良くなった子たちは未だに仲良くて、ある種本当青春だと思ってて、本当にまた戻ってこないかなと思ったりしますあれが僕文化時代は割とメンズ的なものづくりをしていて、いわゆるこうテーラードジャケットですとか、ボマージャケットみたいなものを作っていたんですけど、まあ、今ドレスメイキング、いわゆる体にこう沿うようなラインのドレスしてるんですけど、なんかそれになったのもやっぱりそのメンズ的な作り方だけでブランドを拡大していくのにちょっと自分自身違和感があって、どうしてもやっぱり自分が飽きやすいですし、そのメンズってどうしても時間のかかる作業が多いんですよ。でもメンズってなんかボディに布をかけるだけで一種のシルエットの提案ができたりとか、そのプリミティブな感覚の中でなんか自分の体と布がこう繋がってるように感じられる瞬間があって、そういう瞬発力だけで洋服が作れたらもっと自分としても服作りに対して新鮮に向き合えるんじゃないかというふうに思って始めてる部分もあるんで、ここは結構真面目に言ってました。1年生の時は本当に解禁ですし、まあ、課題も普通にそこそこ出してたんですけど、まあ頑張ってました。でも学生中に例えばコンテストを取ってスターになるとか、最後学院長賞っていうのがあって、学院長からクラスの優秀な人が表彰されるんですけど、そういうものに選ばれたりってことはなかったです。割ともう平凡な学生だったなっていうふうに自分で思ってます。今日の時の半沢さんは、うん、その一点集中って感じなので、すごく空気がピリッとした感じがします。終わってからのなんかお疲れ様でしたっていう時にこうハイタッチすると、なんか半沢さんの優しい笑顔がすごい印象的で、やっぱり東京の同世代のデザイナーの動向が本当に気になりますね。仲いいデザイナー陣もそうですし、全然そうじゃない人たちの動きもすごい気になるし、なんかどっかでやっぱりライバルっていう気持ちはもちろんあるんですけど、最初はみんなファッション好きっていう部分ですごいつながってるので、会えば全然楽しく食べれますし、お互い刺激し合ってるいい関係、一生懸命勉強するのももちろん大事なんですけど、それと同じぐらい一生懸命人と遊んだりとか人と交流したりすることにも本当に全力で取り組んでほしいなと思っていて、なんかその時はなんとなしに交わした会話が何年後とかになんかこんな感じでつながるのみたいなこともあったりします。